鹿児島中央駅からね、鹿児島空港の行き方ね、駅の地下道からね通ってきてもいいんだけども、そうするとバスターミナルっていうのがあるんで入ります。あとは中に入ってで、あんな感じで乗ってくる。で、右手に進んでもらうと発券機と窓口があるので、ほら、これで空港行き1400円1人ね。で、アメリカの、まあ、外国のクレジットカードも使えるよって感じ。もちろんね、現金払い OK で、あとは空港のラインに並ぶ。それだけ。簡単だけど電車通ってないから面倒だよね、それはね。で、荷物を預けると。あのさ、鹿児島の京阪、京阪定食を食べたかったんだけどさ、ちょっと、鶏も食べ過ぎたのでね、まあ豚も食べたけど、あの黒豚の生姜焼きっていうか豚の生姜焼き定食だったってさ。はい、鹿児島空港ね、無料の温泉足湯が使えるね。ねえ、足湯気持ちいいね。短パンだったらね、あの普通に中歩けるみたいだけどね。無料だしね、あの無料温泉足湯気持ちいいね。そういえばさ、私はいつもお話してる通り YouTuber ではないけどさ、あの YouTube でバズらせようと思ってさ、あの足湯で泳いだばかりだよね。もうマジで なんでそんなことをするのかなっていう。あーでも気持ちいい、気持ちいいね。相変わらず飛行機が遅れてね、あの飛行機遅れないかなと思った時は飛行機は定時で出発しみたいな。私はそれあのスペインでやってしまったからね。でもね、あの他の動画の通りまともにあの帝国でなぜか私出発したことなくてさ、あのさ足湯なんだけどもさ、汗しかつけてないんだけどさ、汗出てきたんだけど、ちょっと上半身とかさすがに熱々になっても仕方がないんだよね。ちょっとそろそろ靴は履こうか。これはこれで涼しいな、自然乾燥。タオルとかも300円で売ってるんだけどね、多分ねこんな気候だとすぐ乾くだろうし、風は気持ちだろう、いいだろうと思って買わなかったんで、まあ300円でね、あのちゃんとあのなんて言うんだろう、その鹿児島のお土産タオルみたいになってるんで、ただ私はちょっといろいろ持って帰れないんでね。ちなみにタオルはね、空港内でも買えるし、あそこでも買えるからね、あの別にそのケチってわけじゃなくて、あの私さ、だから何にもその重いものは持ってないのよ。その前の動画とかでもお話してるのに、全部輸送できるものは輸送してもらってるんで、物買うのはね、あのロサンゼルスに帰るね3日くらい前から爆買いしようかなと思ってたんでね。あ、気持ちいい気持ちいい、本当にまあっという間に乾いたもんな。結局集団の心理でこんな感じになったんだけど、ちょっとね。で、私思ったんだけど、もう私はあの買わねえよって言ったじゃない。でも冷静に考えたら、ロサンゼルスに変なもの持っていくよりはね、お土産でちゃんと鹿児島って書いてるのを買った方が実はいいんではなかろうかと思い、で、あれだ、中で買う、中で複数枚買えばいいだけの話だからね。薩摩ビーフ、なんとなく薩摩ビーフを取るぞ。マジで足湯しか入ってないんだけど、全身に汗かいてんだけど、金がないから買ってないってあれじゃなくて、涼しい状態で足湯多分乾燥するだろうなと思ったし。すいません、あの鹿児島冷麺ってありますか？はい、あのですね、なんかさつまいもの、さつまいもで作った麺らしいんですが、あ、置いてないですか？すいません、ありがとうございます。あ、ごめんなさい。あれだよな、鹿児島空港楽しいよな。ただ、薩摩じゃなくて鹿児島冷麺はないみたいだね、まだ。
まだそこまで一般的じゃないのかな。なんか美味しそうに見えたんだけどね。多分もっとさ、次回来るときは薩摩さだから違うわ、鹿児島冷麺が有名になればさ、盛岡冷麺より甘い麺に多分きっとなるんだろうね。プロペラ機だ、久しぶりに見るな。これあれかな、奄美大島に行くやつかな。鹿児島空港いいよね、寝る場所があって。畳だぜ畳、久しぶりの。こそうにも右も左もほらほら出て、まあ全日空乗ってる限りはね、あの今回の あの遅延って LCC じゃないからちゃんとあの保証はしてくれるんだよね。だから私はね、あの LCC っていうのはね乗らないことにしてるんだな。あのコードシェアとかそういうのはない以外は、ある以外はっていうのかな、だって責任持ってくれないもん。だから乗り換えなんか特に LCC なんか使わないよ。てかそもそも LCC も使わないよ。怖えもん、いつも遅れたりさ、ストライキとかさ。で牛丼食うぜ。あの吉野家牛丼自体は吉野家 USA でも行かないからな。あのだからもう7年とかそんなレベルじゃない。